はい、皆さんこんばんは。メディカスの水越博之です。今回はですね、2017年の2回目ということで、今回もですね、素敵なゲストをお招きしております。どうぞですね、1時間最後までお付き合いください。私も、最初にね、ちょっと私のご案内をさせていただきますと、これですね、メディカスというユーストリームを使っている1時間の対談番組なんですけれども、私ですね、この番組、こうインターネットのテレビをね、スタッフゼロ、たった一人でやってるんですね。ゲストさんをお呼びして、一人で配信して、一人で MC をやってっていうことが、誰でもできますよということで、私も6年間、やってきましたけども、これをですね、皆さんのビジネスでもぜひ使っていただこうと。なぜかというとですね、この私が番組をやってるこの6年の間でですね、ゲストさんが出てくると、そのゲストさんが番組の最中にですね、例えば商品が売れたりとか、終わってからコンサルの依頼が来たり、出版が決まったり、テレビ出演が決まったりとか、いろんなことが起こってきたんですね。でこれどうしてかなと思ったら、この1時間の間にですね、こう視聴者の方がファンになっちゃうということが分かって、じゃあこれを私だけじゃなくていろんな人にやってもらいたいなと思って、今セミナーとか講座、コンサルをやってるわけですね。で毎月ですね、1回、セミナーをしてるんですけども、2時間半の、そのセミナーを出ていただいた方がね、どんどん番組を始めていただいて、いろんな効果が出てきてるということで、今年もこの自分 TV セミナーをやりますので、ぜひですね、ご参加いただきたいなと思っております。リンクをね、貼っときますんで、ぜひですね、1月はですね、19日の木曜日と、23日の月曜日、今月2回ありますんでね、ご都合のよろしい時に、出ていただけたらなというふうに思ってますので、ぜひですね、リンク貼っときますので、ご興味のある方は、ご参加ください。よろしくお願いします。今自分 TV をねされてる方はたくさんいるんですけども、皆さんこのセミナーをまず出ていただいて、その後に講座を受けていただいて、私がいろいろとお教えして、それで始めるというパターンがね、多いんですけども、ぜひですね、そういう興味のある方はまた参加してみてくださいね。はい、ということでメディカス、今日もね始まりますけれども、まずですね、最初にねオープニングいきたいと思いますけれども、いいですか、皆さんも一緒に声を、メディカススタートの合図でいきたいと思いますんでね、皆さんも一緒にお声掛けよろしくお願いします。いきますよ、2017年の2回目です。メディカススタート。忘れていないかい、思い出してよ無邪気で素直なあの時を、酸っぱな気持ちのみです、あろう笑顔のエンジェル、輝き始めるすべての命が、つまずいて倒れても後戻りはしない、立ち上がるよ何度でも明日へ Let's try again。 Goodbye you are kid of yesterday、 Hello 負けない brand new day、 見つけられるさ君だけの道、出かけ飛び出そう翼広げ、はい、皆さんこんばんは、改めましてこんばんは、イエーイ、はい、今回はですね、第346回どんどん夢が叶うメディカス、ゲストはゴールアクションコーチングの手塚直樹さんです。こんにちは、手塚直樹です。初めましての方も、はい、見てる友達もね、
出ました。はい、出ましたよ、信樹ちゃん。ね、手塚さんでございますけれども、最初にね、ちょっと冒頭でもお話しましたけれども、このメディカスというのは、まあ、ユーストリームを使ってるんですけども、2010年から始めましてね、はい、今年で6年。あれもやってる、ね、違う、今年7年目に突入するのか。すごいですね。で、去年300回を超えまして、今回が346回で、はい、今月の、最後の火曜日31日かが350回。350回、年々ね、どん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 早くなってきてるんですよ。この間300回なんかパーティーやったばっかですね。去年ね、そうそう、はい、350回で、来年が400回。すごいですね。で、2020年のオリンピックの年には、500回、ね、まあここまで来るとは思わなかったですけどもね。ということでね、これユーストリームを使ってますけれども、ユーストリームを使うっていうことは、なんでユーストリームを使うかっていうと、コメント、視聴者の皆さんコメント打てるということなんですよ。で、パソコンで見てる方は画面の右側ね、ソーシャルストリームでございます。ソーシャルストリームの横にチャットっていうのもありますけども、これどちらでもいいです。チャットはね、登録しなくてもコメント打てます。ソーシャルストリームはログインしないと、Facebook でログインとかありますけどもね、コメント打てないので、できればね、できない方はチャットでも結構でございます。スマホで見てる方、スマホの画面の下ね、ここにソーシャルストリームというのがありますから、そこでぜひね、コメントをね、打っていただけたらというふうに思っております。ということで、早速コメント来てますよ、はい、あ、すごいですね。嬉しいじゃないですか。たくさん入ってますね、コメントが。ね、今日のね、一番乗りはもちろん神戸さんでございますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、先日、前回のメディカスで初めて声を、うん、の出演があったという。あ、もうね、嬉しかったですね。電話でやってたんですね。はい、そうですね。すごい渋い声でね、よかったですよ。そして、あ、川本さんだ、ごめん、今日一番、あ、いや、一番は神戸さん、次川本さんね。イラストレーター、国立のイラストレーター、これを作ってくれましたね。このメディカス人形、家宝でございます、ね、すごいですね、はい。そして渡辺志保さんね、ありがとう、いつもねコメントありがとうございます。あと村井さんね、ありがとう。あ、井の頭線移動中だね、ありがとうね。本間さん、アップヘア育毛発毛チャンネルねをやってる、自分 TV やってる本間さんでございますね。本間さんの、あとシャンプー、本間さんって育毛発毛 の、はい、その施術をするお店を持ってて、でその自社のシャンプー、無添加のね、はい、シャンプーで開発して、それ全国40店舗以上こう卸してるんですけども、それ私も使わせてもらってますけども、あ、なんと3キッチされてるんです、ね、生えてきたんです。え、本当ですか。短い毛がいっぱいこうできて、ね、今度写真をお見せしますけどね、もう本当に感動ですよね。亀さん、2分前だというのは余裕ですね。もう余裕で、だってもう346回ですよ、亀さん、ね、それでもミスしますけども、時々。あ、松永さんね、富山、スマホと TV ん違ったっけね、やってる、ね、ぜひメディカスを見て、メディカスのようなね番組頑張ってくださいね。なんか上から目線で言いそうになっちゃって、ちょっと今ごめんね。松永さんは松永さん の、 個性を発揮してね、頑張ってくださいね。長見さん出た、富山でね、朝活、富山で朝活、富山で朝活も8年、あ、すごいですね。すごいよ、短くより長くやって長いで、500回以上だからも、あ、すごいすごい、まあ、新聞にも出るぐらいですからね、長見さん。水越さん、こんばんは。私も水越さんの講座を受講して、富山発みんなで夢を叶える TV 始めることができました。皆さんおすすめです。嬉しいなぁ、長井さん。ここでもう一息。リンクをここで貼ってくれると完璧。ね。ありがとう。嬉しいなぁ。あ、でも俺貼ってあったね、もうすでにね。ありがとう。長井さんはね、本当朝活ね、頑張ってるからね。で、オンラインでね、で自分 TV をやることによって、オンラインで見れることになったんですよ。全国どこいても。朝活の素晴らしい講師の話を聞ける。ぜひ皆さんオンラインでね受けてみてください。手軽に見れて、金額価格だってもうやね、すごく安く設定してくれるから嬉しいですよね。長井さん、ぜひ自分のオンラインのリンク貼っておいてくださいね。
近藤さん広島からありがとう。水子さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。池上さん来た。水子さん、手塚さんこんばんは。池上さん、まだ起業される前の2年前のメガ盛り祭りの帰りにメディカスは時間帯にリアルタイムでなかなか見れないっておっしゃってた手塚さんがなんと出演嬉しいです。あ、そう、会社員の時メガ盛りで一緒だったんだ。メガ盛りで池上さんと初めてお会いして、ね、メガ盛りメディカス交流会、はい、メガ盛り祭り、はい、メディカス交流会っていうのを私も1年に1回ぐらいやってるんですよ。でそのチャーハンをね、メガ盛りのチャーハンをみんなで食べようという交流会、そこに手塚さんが2年前に来てくれて、はい、でその時に池上さんもね来てくださって、そこで初めてお会いして、あ、ね、はい、話をして、その時はまだお勤めしてたんです。そうですね、なかなかその平日の、ね、8時時間はねリアルタイムでですよねって話をしてて、サラリーマンとね、はい、まあ、それが今もう独立されたって、もうそういう話をね聞いてきますからね、はい、神戸さん第346回メディカスおめでとうございます。水越弘樹さん、手塚伸樹さんこんばんは。ありがとうございます。神戸さんありがとうございます。あ、実動さん来たね、プラチナウーマン TV、ね、自分 TV やってます。ゴールアクションコーチング手塚信樹さん、 MC 水越弘樹さんこんばんは。どんどん目が絡むメディカツ始まりました。手塚さん、メディカツご出演おめでとうございます。地蔵さんありがとうございます。地蔵さんありがとう、温かなコメントありがとう、ね、はい、松野さん頑張ってくださいということで、なんかメディカツはね本当にコメントがいっぱい来るのがね、自慢なんですよ、はい、もう温かいコメント、ね、本当にみんなありがとうね、嬉しいです。リアルタイムでどんどん入ってきますもんね。そうなんですよ、はい、ということで今回はですね、はい、手塚信樹さんお招きしましたけども、今日ここね、今テロップ出てますけども、ゴールアクションコーチング、はい、何、はい、ゴールアクションコーチングって、はい、まあ、元々コーチングで起業したんですけれども、うんうん、そのゴールアクションコーチングってつけた、うん、まあ、由来というか、うん、やっぱ目標達成の、まあ、コーチをしていくんですけど、うんうんうん、まずはその目標達成するためには、うん、明確なやっぱり目標設定をしなきゃいけない、うんうんうん、いやゴール設定ですね、ゴール設定で、ゴール設定をします、うん、でもゴール設定しても、うん、結局行動しないと、そこの過程がね、はい、うん、ね、いろんな夢でゴール設定したけどやっぱ動き始めないと設定できないので、そうそうそう、ゴールを設定した後にアクションしましょう、うん、行動しましょうっていう意味で、うん、ゴールアクションコーチングと、そのお手伝いをしてくれる、そうです、はい、ね、目標達成のお手伝い、なかなかこう自分一人だと、はい、伴走してくださると、あ、おっしゃる通りです、おっしゃる通りです、これがいいですね、この響きが、ね、あ、ね、風味来たよ、風味、のぶさん、水越さん見てます、間に合ってよかったです、ありがとうございます。スイーツ、そう、スイーツ一緒に一度食べたい、うん、風味とね、フーミン作るスイーツ美味しいですよ。マジ、あ、食べたの？一回食べました。はい、今度は作ってくださいまた。ね、フーミンよろしくお願いしますよ、本当に。飯田さん、いーちゃん、いーちゃん、ね、こんばんはということで。いーちゃんはどこで？あ、そうか。いーちゃんはもう2013年の、うん、あのランチ会、サリーさんのランチ会、サリーさんセミナーで吉田さんが企画したランチ会で。ああ、なるほどね。もうサリーさんのいるとこいーちゃんありみたいなね。そんなことない。あ、長谷さん。富山明日みんなの夢を叶える TV、 次回放送は1月27日土曜日8時から21時ですということでね、リンク貼ってくれました、ありがとうございます。ぜひ皆さん見てくださいね、これは無料で見れますからね、ぜひ見てくださいね。富山からね、頑張ってる、もう応援したいよ、本当にね、頑張ろう、いいですね、そうそう、それでね、はい、まあ、さっきもお話ありましたけども、はい、まあ、今そういうコーチング、ゴールアクション、ゴールアクションコーチン グやってますけども、もともとは、はい、なサラリーマンだったんですよ。もともとは25年間 IT 企業のサラリーマン、 IT 企業のサラリーマン、ちょうど就職活動してる時はバブルの時、バブリーな生活を送ってたんですか。僕はバブリーな生活を送ってないですけど、そうなの、はい、うん、ちょうど1990年入社なんですね。あ、で、まあ、日経平均って株式の相場で今日19,300円ぐらいなんですけど、当時38,000円ぐらい、日経平均、そうだったんだ。そういう時代に就職活動してたんですよ。はあ、だから学生の売り手市場って言われていて、もう企業がどんどん学生を囲い込むっていう、そんな中で就職活動していた世代です。なるほどね、はい、まあ、そこにそれで入って、はい、それでずっと、まあ、ほとんど営業、営業場だけでね、22年間営業で、まあ、3年間秘書室っていう管理部門にいたんですけど、ほとんどもう営業で、はい、大変でした。そうですね、やっぱり、まあ、お客さんが金融機関の方が多かったんですけど、まあ、いろんなその一般企業もやってたんで、もうありとあらゆる業種も担当しました。うん、観光庁もやったし、外資系もやったし、うん、ほとんどの企業やって、で会った人も名刺とか多分 年にやっぱり 400、500人ぐらいと会ってたんで、は
トータルやっぱり1万人以上ぐらいとは商談とか、はい、接触だけどやっぱりそう結構なんていうの人間関係とかやっぱり大変、はいだったじゃないの。そうですね。お客様もやっぱりいろんなお客様がいますし、営業はね、はい、まあどちらにしてもその会社僕なんかも勤めたことないんで、ずっともう自分のとこだから、はい、あでもまあ一時期ねちょっと外出て自分で起業勝手に会社作って、もう地獄の2年間があってまあそれはねああいろいろあったんですけど、でやっぱり結構大変だったでしょ。そうですね。やっぱ人間関係が特に営業だと、ね、自社のやっぱりサービスをねやっぱり買ってもらわなきゃいけないので、あとなんかねこう単身赴任とかもあったんでしょ。あ単身赴任はね5年前、まあ、今年12月に50歳になったんですけど。おそうなんですね、はい、45歳、うん、で5年前の45歳の時に福岡に単身赴任しました。大変そうですね。福岡は楽しい街だったんですけどもでもまあちょうどリーマンショックの直後だったんで、うん、営業としてはかなり厳しい環境で、体大丈夫だったの？そうですね、支社福岡支社でもねちょうどやっぱり僕社員一人だけだったんですよ、うん、でそこでやっぱ九州のお客さん全部やってたんで、うん、結構体結構やられちゃいまして3年目に体壊して1週間入院しちゃいました、うん、やっぱそうなっちゃうよね、はい、まあ体資本ですからね本当にね、はい、いろいろ考えることもあったでしょ。それでそうですね。で1週間入院した時に、ちょうど僕のねいとこが数年前にね50歳でやっぱがんで亡くなってたんですね。なので自分もその45の年になって1週間入院した時にで単身赴任で一人だったし、いろいろ考えてなんかこうずっとサラリーマンで一生を終えるのがいいのかなってなんか考え始めちゃったんですね。でじゃあちょっと50歳になった時にまあ、サラリーマンを続けるかちょっと独立しようかっていうのを考え始めて、それで3年前ぐらいからちょっとフェイスブックを始めたんですかね。そこからちょっといろんな外の世界にいろいろ顔出すようになったんです。なるほどね、はい、まあ、それでみんないろいろと会い出したと、はい、いうことですよね。はい、はい、あももさん、山口智子さん来ました。のぶさん、水子さん、こんばんはということで、ね、こんばんは。ももさんは何でしてんだっけ。ももさんは西塾、そうだ、の塾ね、西塾で、はい、うちのかみさんもあ、よろしくと、はい、あ、同期なの。同期です。あ、そう、よろしくお伝えくださいということで、はい、ありがとうございます。もうね、ももさんとこの西塾の生徒さんはね、はい、もうそこら中で会いますからね。そうですね。この間あれですよ、平松さんの、はい、ね、スター講師、スター講師誕生、あの僕、ゲスト著者ということでね、はい、お越しいただきました。審査させていただきましたけども、その時のあれ、手塚さんはあれじゃないですか、運営です。実行委員長じゃなくて、なんだっけ、はい、一応名前は総合プロデューサー、総合プロデューサーでバリバリしてたわけですよ、はい、でそこで終わって懇親会やって、はい、で僕はあの室井さん、はい、一生成長 TV やってるね、うん、この間あのリーダーの教科書って本を出されて、もう今すごい例に売れてる、ね、日野用心、はい、日野用心が回ってきてますから、いいですね、すいませんね。あの室井さんとで、もう一人こちらにあの渡辺、千秋さんがいて、はい、で話してたら、はい、あのそれぞれみんな西塾に関係するっていうことでね、はい、あのまあ、すごいなと思いましたよ。これ今日ね、これ千秋さんに、あ、同行で言わなきゃね、はい、千秋さん同伴じゃなくてね、同行ね、同伴じゃない同行でちょっといろいろ、千秋さん見てるかな、はい、千秋さんすごいんですよ、本当にすごいよね、うんうん、あ、これそうなんですよ、渋いカラー診断をして、なんか似合う色をね、ね、診断してもらって、素晴らしい、はい、千秋さんね、ぜひコメントお待ちしてますからね、はい、はい、ふみん、はい、水越さん喜んで作ります、嬉しいね、実装さん、手塚さん祝メディカスご出演ということで、今度お祝いしなくちゃいけませんね、はい、ありがとうございます、ね、実装さんいつもありがとうございます、しおちゃん、ドリームステージ01手塚さんのページ、あ、これ何、あ、そう、ドリームステージ01って、まあ、僕の先生の佐藤伝さんが運営しているページがあるんですよ、はいはいはい、うん、そこ載ってるの、そこにも載ってます。おお、なるほど、はい、ありがとうね、翔ちゃん、ありがとうございます、来た、あ、来た来た、黒猫サリーちゃん、黒猫のマレーシアから見てます、祝メディカツ出演ということでね、サリーさんありがとうございます、ありがとうございます、ね、サリーちゃん本当、あ、今度そういえば会うもんね、サリーちゃんね、はい、ありがとうございます。近藤さん、私は結婚1年目で単身赴任、半年で会社辞めましたっていうことでね、まあやっぱりね、
単身赴任だといろいろねやっぱ大変ですよ、ね、単身赴任は大変ですよ本当に、ねえー、自分で飯も作んなきゃいけないし、まあね一番やっぱりね、やっぱり奥さんと離れるでしょ、コミュニケーションはね、そうなんですよ、なかなかうまくいかない、うん、で僕さっきもちょっと話したんですけど、僕はあの1日ね、かみさんと一緒なんですよ仕事、はい、今日もずっと一緒に仕事してたし、もうお昼は一緒に公園まで歩いたりとかね、仲いいんですよすごく、僕が言うのもなんですけど、それでもですよ、だずっと一緒に毎日いるんだけど、それでも時々、僕がこうなんか相談しなかったり言わなかったりしたり、なんかのこう行き違いでちょっとカチンときたりとかね、なんかやっぱあるわけですよ、うん、それをね単身赴任で連絡取らないですったらね、はい、それはねいろいろたまるし ね、 たまりますね、それは難しいと思うわ本当正直ね、うん、あサリちゃん似合うって言ってますよ、似合う、ありがとうございます、何がこれ服でしょ、ありがとうございます、何があってそれしかないでしょ、怒られちゃうねでまあそれでね、まあその25年勤めてたということなんですけども、はい、ちょっとさっき聞いたんだけど、その予備校、あ、浪人の時、浪人、はい、18歳の時のでね、はい、僕ちょっと聞いてすごいなと思ったんですけども、まあお父さんがね自営業でそうですやられてたっていうことで、はい、まあ手塚さんが長男ということでね、はい、まあいろいろと、まあ、長男ということでいろいろな考えもあったんでしょうけども、18歳の時、18歳の時、ね、予備校、そう、高校3年の時に大学受験失敗して、ね、浪人することになった、うんうん、まあ、お金も大変だしね、そう、予備校のお金をなんか親に出してもらうのはちょっと嫌だなと思って、うん、はい、そしたら小学、そうです、なんかね、なんかできないかなと思ったら受験雑誌見たら新聞小学生っていうのがあったんですよ、新聞小学生ですよ、はい、要はその新聞配達の仕事をしながら1年間勤め上げればその予備校のお金を新聞社が奨学金としてもう出してあげるよって、それを知って、それを知って、あ、これだと、これだと思っちゃった、思っちゃったね。で僕なんかからすると新聞が朝、まあ、3時半起き3時半から3時半起きで4時から配る、配るでしょ、はい、でもまあその時間で2時間ぐらい、そうです ね、 ね、200件を2時間ぐらいで、あとは昼間ずっと時間空いてるし、まあ夕刊があるか、はい、でもなんか僕からすると、ああ時間空いてるからと思うんだけど、はい、そうは問屋ごろさん、そうや問屋さん、こんなちょっとね書いてきたんですよ、これね皆さんちょっと見てくれる、これ見ます、これは、これは当時を思い出してその浪人の時の1日を書きました、うんうん、で朝3時半に起きて、で、まあ、専売所の近くで下宿してたんで、うん、もうすぐ歩いて行けるところだったんですけども、うん、でいろいろ新聞のその200件分の新聞のチラシ入れたりとか、うん、折り込み入れたりとかして、だいたい4時ぐらいから自転車で200件配って2時間ぐらい、うん、朝刊を配達して、うん、で終わった後に朝食食べて、うん、でそこからこう、まあ、予備校、うん、まあ、予備校行ってる間はまあ予備校の中で授業で勉強するんですけども、うん、で、まあ、夕刊があるんで、まあ、4時ぐらいから夕刊配りで2時間ぐらいでご飯食べて、で風呂はまあ銭湯行って、でやっぱり3時半に起きるので、うん、22時っていうか夜10時ぐらいには寝とかないと睡眠時間持たないので、ここはもうマストで寝るんですけど、もう勉強する時間って言ったら本当この8時から10時の2時間だけなんですよ。でもこれは辛いな。時期的にですね、集金っていうのがあるんですよ。今はその集金もしなきゃいけないわけね。そうです。今はそのね、銀行振込とかカード決済とかで新聞のお金を集めるってことはなかなかなくなったかもわかんないんですけど、当時はね、全部現金回収だったんで、集金の時期が入ると。もうこの時間も全部集金に当てられちゃうんで、勉強する時間ないじゃん。勉強する時間全くないですね。はあ、集金だってさ、お金払ってくれるの、みんな払ってるところはもちろんですけども、なかなかその捕まらない、スポーツ紙をいない、そうですね、スポーツ紙取ってるね、一人暮らしの人とかだと、もう8時に行ってもいないし、9時に行っても10時に行ってもいないし、なかなか捕まらないとか。それでだから結局集金も、結局集金できないともらうお金も少なくなっちゃうって。そうですね、当時ね給料がね8万円だったんですよ、うん、で給料日が15日で、月末、前の月の月末までに、200件のうち、90% お金を集めてくるのが条件で、で給料前の10日までに 95% 現金揃えて
所長に渡さないと15日に給料もらえないっていうね、ノルマですよね、18歳の少年が。でね、朝早く新聞配達して、勉強して、最初のうち折れたでしょ、心が。最初ね、やっぱり折れましたね。どのぐらいで折れたのは、やっぱ梅雨の時期ですね。梅雨の時期。最初はね、なんとかね、頑張れたんですよ。4月からだから ?4 月からスタートして、うん、で、同期も、まあ、僕東京から出てたんですけど、うん、福岡と、あと兵庫から、来て、3人で頑張ろうねって言ったんですけど、ちょうど6月の梅雨の時期、毎朝起きたら毎日雨、やっぱりカッパ着て、2時間のコース自転車ってのがあって、ね、あとその集金も新聞代がね、100円値上がりしたんですよ。で100円、まあ、学生にしてみるとね、たかが100円って当時は思ってたんですけども、やっぱね、ご家庭にしてみるとね、やっぱ100円って大きいじゃないですか。そうするとね、集金くたんびにね、文句言われるわけですよ。とか。で、あともう一つ大打撃が、あの8万円の中で2万4000円を納めると、その所長の奥さんが朝と晩ご飯を、あ、料理作ってくれるわけね。そう、まかないを出してくれてたんですけども、もう所長夫婦がね、離婚しちゃいまして。そんなことあんの？あるんですよ。あったんですよ。奥さんが出てっちゃって、出てっちゃった。ある時もう所長がね、いやもうかみさん出てっちゃったから、もうお金払わなくていいから、もう朝とね、晩飯作れないから、自炊してって言われて、っつって。どうしたの？でもしょうがないんで、まあ、最初はやっぱりご飯炊いたりとかね、自炊したんですけど、とてもじゃないですけど、そんな時間ないんで、まあ、ほとんど外食にしちゃったんですけども、なので本当に梅雨の時期と週あの100円の値上がりと本当自炊が重なって、もう辛いと、勉強する時間もないし、もうやめたいと思った。で、同期が1人辞めて2人辞めて、入った最初に入った仲間は僕だけになっちゃって、で先輩に聞いたら先輩も二浪してて今年も受かりそうもないっていうし、それそこで勉強してもなんか、はい、ねえ。で聞いたら、ここの専売所で働いてる先輩たちは誰も一人として受かったことがないとかって今更言われて、本当にとかっつって、だからもうこれダメだと思って、もうやめようと思って、で辞めるためにはね、やっぱりその予備校のお金を立て替えてもらったのを、ああそうか、そうきっちり揃えて何十万返さなきゃいけないんですけど、まあ当時まあうちの親父まあ自営業でね、まあ零細企業、どんな仕事したんですか？あの墨田区でプレスの金型を作ってたんですよ。いわゆる下町の製造業。下町の製造業。で、まあ、自営業で、まあ、結構景気もちょっと厳しくて、なかなかその、まあ、メーカーもその、ね、景気いい時はあの日本の零細企業に仕事を回してくれたんですけども、やっぱりアジアが結構中国とか韓国とか東南アジアとかで仕事がやっぱ安い労働で仕事が行くっていうんで、どんどん仕事がね、海外に行っちゃってなかなか厳しかったんですね。なんでいきなり何十万も急に返すっていうのがちょっと資金繰り厳しいっていうので、まあ、そういうのも分かってたんで、でもまあダメ元で電話したら、まあお袋が出て、まあお袋がごめんない、ごめんよって泣き始めたら、きついなと思って、でもそこでなんかスイッチ入ったんですね。なんかこんなことしてたらいけないなと思って、まあとにかく1年間頑張ってみようと思って、まあ6月だったんで急にこれやんなきゃみたいな、やんなきゃってなんかその時は思ったんでしょうね、18歳の少年がね、もうやるかと思って。それから変わった、それからね、次の日から変わりましたね。へー、だから今まではやっぱりこう目の前のなんか辛い、もう本当に嫌だ辛いっていうところにもうフォーカスしてたんですけど、はい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 、それがねなんかね、あとにかく受かって受験の方へフォーカス、受かってとにかく親孝行しようとか、なるほどなるほど、で大学生活も思い切り楽しもうとかね、そっちの方にもうフォーカスしたら、目の前の辛いっていうのがなんかこうなくなっちゃったんですよ、不思議と。嫌だね。でとにかく頑張ろうと思ってがむしゃらに、まあ、当時も若かったっていうのもあるんですけどね、18歳で。でもそれからなんか具体的に何か変わったの？勉強法とか。あ、そう、それであの先ほどのもうほんと時間がないのでね、やっぱりその朝食べる時間とかも1時間かけてたところを 1.2 倍速で早食いして40分でやるとか、あとはその新聞配達をしてるときにこう2時間あるじゃないですか、なんかこの時間もったいないなと思ったんで、1件配るたびに単語帳をチラッとめくって単語覚えて、1件配って単語覚えてっていうのをね
そうすると200単語ぐらい覚えれるじゃないですか、同時に。変わるもんだね。で通学の時間はもちろんなんかこう聞きながらとかね、とにかく隙間時間にインプットしなきゃいけないなって、うん、もう時間がないので、やっぱ集金はしなきゃいけないし、なんかすごいなんか映画みたいだよね。なんか BGM が急にこうかかってくるような感じ。それでね、当時聴いてた BGM はねロッキーベタだね。でも本当、いや本当です、マジですよ。本当ロッキーウォークマンでロッキーのテーマを聴きながら新聞配ってましたもん。もうあのロッキーなロードワークのシーンあるじゃないですか。まさにだから、そう、新聞配達行く前に生卵を割って飲んでから言ってました本当に、本当に、はい、もうそこまで気合い入れようと思って。でもロッキーはすごかったですね。やっぱアメ映画見てとにかくやる気になりましたよね。すごい、だってもう今まさにそういう感じだったもんね。 BGM がまさにそういう感じでね、はい、朝ね暗いで本当ロードワーク行くって感じなんですよ。新聞配達のロードワークみたいな感じで。でもそれからでもやっぱ辛いと思ったことはあったの？いや、もちろんやっぱり雨、もちろん雨もあったし、うん、台風もあるし、うんうん、大雪降った時もあったんですけど、うん、やっぱ辛いと思ったことはまあ正直あったんですけど、うん、でもそれよりもとにかく、まあ、とにかく受かる、うん、とにかく受かんないと本当にシャレにならないなと思って、うんうんうん、まあ、そこはなんか意地でしたね、やっぱ18歳の、うんうん、ね、本当に気持ちがそうやってカチッと変わるとさ、うん、行動も変わるしね。そうですね。なんかあれじゃない、疲れてる今ね、ネタで、ネタ自分のネタでね、はい、これからコーチング、もう使ってんのそういうの？あ、そうで、それでなんでその目標達成のコーチングやろうかなと思ったのが、いや、その18歳の時のことを思い出して。やっぱりそうなんですか？そうです、やっぱり自分のその人生の中のやっぱりコアになってるすごく経験だったんで、あ、そういえば18歳の時そういう経験したよなと思って。で、まあ、僕も正直その単身赴任の時にもうその経験も忘れちゃってて、うん、やっぱ病気したし、なんかもう辛いしっていう、売り上げもなかなか上がんないしって、やっぱりこう暗いところにこうフォーカスして、結構元気がないサラリーマンだったんですね、うん、でもふとやっぱりあの18歳の時のことをふと思い出して、あの時その時も辛かったけど、なんかそういうふうに立ち直ってやったなと思って、じゃあちょっと考えててもしょうがないし、ちょっとじゃあちょっと外の世界も見てみようと思って、その5年前の単身赴任でまあ復活した後にFacebook 始めて、とにかく外の世界にどんどん、あの交流会行ったりセミナー行ったり、はい、へー、そこでいろんな人と巡り合って、そうですね、いろんな人と巡り合って、で45歳のサラリーマンがなんかもう辛いな、なんか、うーん、気分悪いなって思ってる中で、まあ、僕の先生の佐藤伝ちゃん先生なんかはなんとなくいい気分なんて言ってるすごく人もいるし、はいはいはい、なんかみんな50代とかでもすごくみんなかっかっこいいじゃないですか。水子さんもかっこいいし、北原さんとかもすごくかっこいいじゃないですか。今度そう、北原さん1月30日で60、今度8になるのか。あ、そんなのなんですか。そうだよね、見えないですよね、見えないね。そう、片ややっぱりね、満員電車に揺られてなんか元気がない人がいる中で、外の世界だと、まあ、今広瀬なんて平松隆夫さんとかね、うん、もうみんな50代なのになんかこう元気はつらつで、なるほど、なんかこの違いは何なんだろうなって思って、でどん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 やっぱそういう外の世界の人と会っていくうちに、そうだ、やっぱみんな楽しく仕事してるなと思ったんです。やっぱ仕事はやっぱりこう楽しくしないと、やっぱストレスが溜まってやっぱり元気がなくなるんだなと思って、で、まあ、僕と同じような悩みを抱えてる人もまだまだいるので、まあ、だったらじゃあ独立して、うん、そういう会社員でやっぱ独立したいなと思ってる人がいるのであれば、うん、僕のコーチングでちょっといろいろサポートできる仕事ができないかなと思って。ぴったりだよね、だからね、はい、ちょっとコメント来てるよ、はい、あ、上山さんこんばんは、やっと座りました、今日からね、ありがとうございます。上山さんね、この間ね、メディカスの僕が一人で出て電話でやり取りした中で、上山さんもね、ご出演いただきました。あ、素敵な可愛い声でしたよ、本当にね、ありがとうございます。池上さん、仕事がきつくても家族が待っている家に帰れるのと単身赴任じゃ全然違いますよね。違いますよ、おっしゃる通り、家帰ると真っ暗ですからね、単身赴任はね。やっぱ辛いよね、はい、で特に福岡ね、冬寒いんですよ。え、そうなんだ。福岡寒いんです、雪降りますし。あ、そう、はい、受けづらいね。
村井さん、そのメガチャーハンの際に隣に座ったのは僕でした。覚えてないか、ね、覚えてます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 よ村井さん。あ、そう、覚えてます、覚えてます。いいちゃん、浪人時代が今の原点ね、はい、しおちゃん、ロッキーのテーマね、ほんとロッキーのテーマって感じたら本当にロッキーのテーマだったの、はい、モチベーション上げるにはイメージって大切なんですね、はい、って言ってました。大切です、本当に。わかるよね。本間さん、手塚さん根性ありますね、ありがとうございます。10歳の苦労が怖いなって頑張りができてますね、はい、ありがとうございます、ね。いいちゃん、生きたらさんは今度で69歳です、うん、あ、69だ、8じゃないのか、ごめんごめん、69歳すごいですね。そっかそっか、あ、来た来た、たくちゃん、あ、水子さん、のぶさん、こんばんは、こんばんは。人生の原点に宝ありですね、本当にありがとうございます、たくちゃん。ももさん、仕事は楽しくやるとストレスがなくなりますね。そうですね、ももさんなんかストレスなさそうですもんね。全然ないと思うね。タクシャのがあるかもしれない。ああそんなことない、そんなことない、嘘ですよ、そんなことないですよ、ね、ももさんの支えがあるからこそ。本当ですよ、ももさん明るいもん。明るいですよね。ああいう奥さんもらってたらね、はい、旦那幸せだと思うよ。いや本当幸せですよね、本当に、はい、いいですかこのぐらいで。原田さん、こんばんは、50代です。原ちゃんも50代ね。原さん、こんばんは。原ちゃん TV やって良くなった、明るくなったね、そういうそうなんですか。そうですね、原ちゃん TV。サリーちゃん、仕事を楽しくやってる人は確かに若い。若いんですよ、ね、本当そうですよね。僕なんかもね、今が一番楽しいから ね、もういろいろありますよ、そりゃ生き生きしてますね。いや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 、僕は本当このメディカスをもうやらせてもらったおかげだよね。はあ、これを続けてるおかげ、本当。あ、カイさん来た、大分から。手塚さん、水越さん、こんばんは。手塚さんのメガネがない。あれ、あ、メガネはね、うん、あのコンタクトに戻したんです。そういえばメガネかけてたよね、ちょっとね、右目の動画すごくね、うん、強くなっちゃって。あ、そうなんだ。レンズがこんな分厚くなっちゃって。あ、なるほどね、はい、コンタクトに戻した。いや、今年ぐらいに入ってから。あ、今年じゃないや、昨年の秋ぐらいか。あ、そうなんだ、はい。実動さん、会社と自宅の往復だけだと煮詰まりますよね、はい、外の世界を知っていると視点が変わります。そう、ね、視点を変えるっていうことがね、大切、大切。上山さん、声を褒めていただいてありがとうございます。本当可愛かったですよ、うん、ね、上山さん、写真も可愛い、本人も可愛いですよ、もちろんね。そう、それで、あの、あ、それでね、はい、面白いのは、はい、あのセミナーいろいろ行ったり、ね、これが行って、はいはい、そのセミナー行って会ったんでしょ。そうです、ゆかさんと。あ、そうそう、そのきっかけがね、うん、そうそうそう、これ言わなきゃいけない、ね、そうですよ、そう、面白いよ、捨てる英語のね、青木ゆかさん、はいはい、まあ、今いろいろ仲良くさせてもらってお世話になってますけど、青木ゆかさんと2013年の4月ぐらいにあるセミナーでご一緒になって、うん、で懇親会で、懇親会でもね、あんまり話せなくって、うん、もう最後の最後で名刺交換したぐらいだったんですけど、うんうんうん、なんか捨てる英語、ね、捨てる英語ってなんだろうと思って、うん、捨てる英語は青木ゆかってGoogleで検索したら、なんかね、メディカツとサリーさんのハッピーエクスプレスのユーストリーム番組にゆかさんが出てて、あ、これなんだろうと思って見たら、そう、ちょうどメディカツの番組でカメラがなんか故障して、そうなんです、あの時ね、ゆかさんの時はパソコンが調子悪くて、ネットも調子悪くて、もう仕方なく iPhone で配信した、うん、もう唯一ですよ、後先それないですから、後も先にも iPhone で配信したのはそのゆかさんの時だけだったんだよね。だから僕にとって一番見てもらいたくない回だったんで、そこのね、アーカイブがあったんですよ。そうそうそう、それ見た、それ見ました。そこで、あ、水越さんっていうメディカツの存在を知り、ハッピーエクセスプレスのサリちゃんの存在を知って、あ、ね、ハッピーエクなんかこう赤い鼻つけてなんかね、ビゴラアースとかってなんか楽しそうにやってるじゃないですか。あ、なんか可愛いし、そう、可愛いし、水越さんとサリさんに会ってみたいなって思ったんですよ、ね、そう、で、そう、会うためにはどうすればいいのかなと思って、うん、で、まあ、Facebook 始めてるから、あ、そういえばなんか Facebook でイベントとかで水越さんとかサリさんのイベントがあったらもう行くしかないなと思って、なんか見てたらちょうど承認力とかそのリーダーとのコミュニケーションの吉田さん、吉田幸宏さんが渋谷でね、ランチ会っていうイベントがあって、でそこでね、ミニセミナーで金光サリーさんがミニセミナーをしますっていうイベントがあったんで、うん、あ、もうこれ行くしかないと思って、もう会社を号泣して行ったんだ。行きました。それでサリーさん初めて、そこで初めてサリーさん、どうでした、初めて会った印象。いや、やっぱ可愛い人だなと思って、
画面の方が可愛い？え？いや実物実物が可愛いに決まってるじゃないですか。そうだよね、はい、めっちゃ可愛いからね、サリさんね。サリさん、うん、そう、そこで初めてお会いして、それでそれから何、あれハピエクはで、え、出たんだっけ。出てないです。ハピエク出てない。でサリーさんがそのメディカツバンドっていうバンドをやってて、ボーカルやってるって話をして、あ、そういえば今年の11月だかにメディカツバンドのコンサートっていうかライブをやるんですよって話で、あ、じゃあそのライブに行けば水越さんに会えるなと思って、それでライブに下北でしょ、下北来てくれたんですよ、その時に。そう、その時はサラリーマンだもんね。だってもうサラリーマン、名刺交換したけどサラリーマンだったの。サラリーマン、それで水越さん会えると思って、で見たらいるじゃないですか、遠くに。あ、でなんかみんな周りにいるから、なんか声かけんのもなんかどうしようと思ってドキドキしながらね。で、あ、誰もいなくなったと思って、さささって、水越さん、僕メディカツいつも見てます、初めまして、あ、なんか本物だと思って面白いよねこれね。そう、本当感動したんですよ。本当ですか。あの本当メディカツのあの番組の水越さんが本当目の前にいるって、はいはいはい、もう今もね目の前でいて感動ですけど、そのメディカツにね、あ、本物だと思って、それで、そう、でそこでメディカツバンドの皆さんとか、なるほどね、タクちゃんとかね、タクさんとか、ももさんとかね、はいはい、あと田村さんとか、はいはいはい、お会いして、へえ、みんな楽しそうに演奏してるじゃないですか、歌歌ってね、なんだこの世界はとかって思いながらねますますね、いい大人がね、ますます、サラリーマンってどうだろうって思い始めて、ね、はい、ね、そういう出会いがいろいろあって、まさかそのメディカツにね、はい、まさか出るとは思いませんでしたよ面白いね、だから人生面白いよ、はい、本当にね。でメディカツのオファーもちょうど僕先月の12月23日が誕生日で、誕生日のその日か翌日かなんかに、水越さんからメッセージがパーンと来て、そうだっけ、手塚さん1月10日出てもらえませんか、と思って、そっか、マジと思って、なんかね、そうやって喜んでくださるからね、本当に。水越さんありがとうございます、本当素敵な誕生日プレゼントありがとうございますってメッセージを返信したんですよ。そうだったんだ、そっかそっか、はい、なんかね、でもこれも本当にご縁でね。そうですね、よくあの僕なんかもありがたいことに、はい、いろんな方からメディカツ出させてくださいとか、出たいんですっていろいろ言ってくださるんですよ、はい。でももちろんその時にはね決められないんだけども、でも名前やっぱり出たいって言ってくれるとすごく印象に残るじゃないですか、はい、あのいつかやっぱりチャンスがあればなと思って、でそうやっていろんなフェイスブック見たりなんかした時に、たまたまき、ね、ニュースフィードに出てきた記事見ると、あ、頑張ってるなとかね、あ、今度本出したんだとかって、何かきっかけがあると、あ、この人に出てもらいたい、話聞きたいなと思うとオファーしたりとかっていうなるんですよ。だからその出たいんですって言っていただいてから本当に1年後だっていう人もいるし、はい、すぐの人もいるんだけども、それはタイミングなんですけど、ね、はい、そういうのがなんか面白いなと、そうだね、はい、思うんですよね、はい、だからもうこうやって、だから僕も手塚さんだったのはそう2013年とかだったけど、はい、ね、こうやって詳しくねお話ししたことないから、そうですね、はい、いや面白いと思いますよね、こういうのがね、嬉しいです、ありがとうございます。あ、かえさん、なんとか知り合いがゲストに出ると嬉しくなっちゃいます、ね、ありがとうございます、いいちゃん、仕事は辛いことありますが将来のネタになると思えば耐えられます。あ、そうです、ネタになってるからね、ネタにしましょう、ね、青木優子さん、英語教育界のお笑い芸人ね。あ、そうですね、もうお笑いです、ほんと可愛くて面白いからね、はい、さとみちゃんね、サリーちゃんいつも可愛い、ほんと可愛いです、サリーちゃんは、秋下たち、手塚さん、現状時では交代するばかりである、あ、バイウォルト・ディズニー、これ好きなんですか、はい、そうです、その言葉が ね、 なるほどね、やっぱり現状維持だと本当に、現状維持じゃなくて本当交代しちゃうので、なるほど、はい、ありがとうございます。サリちゃん懐かしいです、はい、初めてお会いした日、はい、懐かしいです、覚えてるんですね、サリちゃんも、はい、そう、そこでイーちゃんとも知り合ったんです。あ、そうなんですか、はい、へえ、面白いね、手塚さん指導されたんですね、すごいね、そうなんですよ、村井さん、メディカツ出演要請して苦節30年、違うだろ違う違う、村井さん、あ、青木優香さんのねリンク貼ってくれたね、ありがとう、水尾さん、ね、ありがとうございます。それでまあ独立されたのが、はい、去年の8月です、8月ということで、はい、ほやほやです、ほやほやでね、まあ、これからですよね、はい、でもね、ほんとそれまで
勤めて、まあでも副業としてなんかやられてたの？いや、会社としては副業はまあ禁止なので、副業としてはまだやってなくて、とりあえず準備ですね。なるほどね。準備でいろいろインプットばっかりやっていて、うんうん、でそこでインプットしてる中で、あの山口智子さん、ももさんに、もう手塚さんもインプットはいいからアウトプットした方がいいわよって言われて、でちょうど2年前の11月に、あのこの間メディカツーム出たスギちゃん、はいはいはい、杉本聖寛さん、はいはい、あのハピゴンでこうセミナーコミュニティやってるじゃないですか、はいはい、でスギちゃんとはもうずいぶん前からいるご縁があって、うん、あ、でじゃあちょうど、まあ、スギちゃんもももさんの塾と同期生っていうのもあって、あ、じゃあだったらスギちゃんのコミュニティでセミナーデビューしたらって言われて、それで去年一昨年の11月に目標達成系のセミナー、1時間半のセミナーをあのハピゴンでやらせてもらった、あら、はい、デビューどうでした？いや、やっぱり最後は緊張しますけども、うん、でも一回そういうの経験すると、あ、なんかまたどんどんやりたいなって、うん、そうだよね、はい、やったらいいですよ、やっぱあとは経験だよね、はい、うーん、だからそれ本当背中を押してくれたのがね、山口智子さん、ももさん、本当優しいよね、温かい方で ね、素晴らしい、アウトプットしたらいいわよって、あ、なるほどね、そういう一言嬉しいよね、嬉しいです、はい、まあそれであとほら、誰について学んだんですか？コーチングは、コーチング、あの営業部長やってた時にやっぱりその部員のモチベーションアップとかでなんかないかなと思って、でコーチングっていうのがあるな、でコーチングも何年前、2年前ですね、2年前ぐらいですかね、うんうん、そう、それでコーチング誰がいいかなと思った時にちょうど目標達成系のコーチっていうことで、あのマイケル・ボルダックっていう、マイケル・ボルダック、はい、皆さんご存知ですか、うん、あの一応世界ナンバーワンの目標達成コーチと言われてるんですけども、まあ、カナダ人の方なんですけどね、でその方のコーチ認定のプログラムがあるっていうのがを知って、で去年一昨年の5月にそれに申し込んで、はあ、で半年のオンラインプログラムなんですけど、オンラインプログラムを動画とかで学んだ後に、8月の末に彼がタイから来日して3日間もう直接もうライブでコーチングの指導を受けて、それは何、その通訳、通訳はあの マイケル・ボルダック・ジャパンの社長で吉田さんという方がいるんですけども、その方が同時通訳であのやってくれるんですけども、でそこで丸々1日あるの、もう丸々1日も朝9時ぐらいからもう6時ぐらいまで、それ3日間すごブートキャンプって言ってたんですけど、うん、厳しいね、はい、それでもずっともうコーチングのスキルを叩き込まれて、で最後筆記試験受けて、まあ認定いただいてと、はい、へえ、まあ、そういうことをねちゃんと経験されてきてるわけですよ、はい、ね、でそれが結構やっぱり部員のモチベーションアップとかなったなりましたね。やっぱコーチングって何でしょう、こうあれやれこれやれってこう指導するんじゃなく、いろいろこう質問してやっぱりみんな答えは聞いてあげてね、うん、そうですね、答えはみんな持ってるんで聞いてあげて、うん、そしてもう自ら答えを出すっていう、ね、なんかそういうのであんまり僕はあのこう上からこう締め、ね、締め付けるっていうのは嫌だったんで、うんうん、じゃあもうぴったりだったじゃない、はい、コーチングは、コーチングはいいですね、うん、コーチングは、うんうん、だコーチングを覚えてるといろんなものに使えるじゃないですか。使えます、ね、それこそね、うん、あの子育てもそうだし、はい、夫婦ももちろんそうだし、はい、いろんなものに使えると思うんだよね。そうですね、うん、特に人間関係の改善とか、うん、結構やっぱコーチングも使えますんでね、うん、はい、あのね、サリちゃんも NLP だし、はい、そう、マイケル・ボルダックのコーチングメソッドはやっぱ NLP なんです、ね、そうなんだ、で彼自体も NLP のトレーナーなので、なるほど、でこの間昨年の11月と12月彼から NLP のプラクティショナーっていう初級コースなんですけど NLP も学ばせてもらって、で今年の5月にマスター NLP、 彼のタイの自宅にゴールデンウィーク行ってちょっと学んでくるんですけど、はあ、すごいですね、うん、なんかだから、まあ、コーチングとかその NLP 学ぶと、はい、何がこう変わっ、あ、やっぱりあの脳の使い方ですよね、脳の取扱説明書って言われてるぐらいで、うん、やっぱり NLP ベースだと脳 の、 その考え方とか、うん、あの感情のコントロールとかそこが変わってくるので、なるほど、例えばその、まあ、マイケルが言ってるのはですね、人間の脳になんか
1秒間あたりに200万ビットっていう、200万、うん、どんな数か分かんないんですけど、200万ビットっていう情報量が1秒間に目を通して入ってくるんですって、うん、でも脳が理解できるのってたったの137ビットぐらいらしいんですよ。220万と200万に対して200万に137、はあ、だからほとんどもう削除されちゃってるんですね。 なるほど。なのでやっぱりその、まあ、言葉にしてもやっぱり何でしょう、考え方にしてもこう否定語とかネガティブなこととか悪いことをまず考えちゃうと、もうそれで脳がいっぱいになっちゃって、そうすると感情が揺さぶられて、行動にも反映されちゃって悪い結果になると、やっぱそういうロジックになるので、いかにやっぱりこういい考え方をするかっていう、そういう脳の使い方なんですね。だからいい考え方すれば当然いい言葉が出てくるわけだから、はい、いやマイナスの言葉が出てくるってことはやっぱり考え方がね、はい、ネガティブになっちゃってる。そうですね。あの例えでよく言われたのが、その例えば Google でね、うん、苦しいとか、うん、辛いとかって検索すると、うん、なんか苦しいとか辛いなんか動画とかいろいろ出てくるじゃないですか。楽しいとかワクワクってやるとすごく楽しい動画とか出てくるじゃないですか。それと一緒らしいんですよ、脳って。なるほどね。で言葉にしてもその態度とか、やっぱこういうずっとこうかがんでるとやっぱりどんどん暗くなっちゃう。だったらこう上向いてね、こう嘘でもいいから、なんか自分は天才だみたいな。いやいや本当それね、うん、そう思うだけで全然違うんですよね。ああなるほどね。そういうふうにしてこうなんかこうやっぱ常にこうマイケル・ボルダックさんなんか言ってるんですか。こうあの彼はね毎日20分、20分、うん、自宅になんかトランポリンがあるらしいんですよ、うん、トランポリンにこうジャンプしながら、うん、俺は世界ナンバーワンのコーチだコーチだとか、俺は何でもできるっていうのをインカンテーションって言うんですけど、うん、もう毎日20分やってるらしいです。やろう、うん、やろう、もう自分は天才だ、うん、メディカツはもっと1000回くらいやるぞとかいやでも僕ね、うん、あの外歩いてる時は自分で必ず言ってるんですよ。あ、そうですか。あのいやあの豊かだな、楽しいな、健康だな、幸福だなって。いいですね。いつも特に最近は外出てる時マスクかけられるから、うんうん、何言っても怪しまれないです。いいですね。してない時は、ね、怪しまれるんだけど、だからいつも外行って一人で歩いてる時はこうやってもう本当ついてる、運がいいなって言いながらね喋るようにしてますね。でもそれすごくね大事らしいですよね、うんうん、やっぱり何でもこう辛いとかって思っちゃうと本当辛い感情になって、うん、辛い結果行動になっちゃうんでね。ここら辺は本当サリーちゃんも交えて話したいところですけどね。そうです、サリーさんはすごいですよね。いいですよ、うん、まあ、サリーさんもね NLP のトレーナーをやられていますから ね今見てるかな、コメントね、いーちゃんメディカツにはゲストのアシスタントに何度か出演しました。そうですね、いーちゃんいーちゃんもね、いーちゃん何度か出演してる、うん、確かに。いーちゃんハッピーエクとかにもね、そう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 ね。実はさん、今度のメディカスゲスト聴者はいーちゃんかもしれませんね。あっと、おっとっと、いーちゃんその時はぜひねお声掛けくださいよ、ね、原田さん、手塚さん、可愛いデレに見えます。知り合った当時よりかっこいい。 ありがとうございます。もう知り合った時は本当ね、なんかそうなの、原田さんとも知り合ったのはすぐメガ盛りチャーハンの時、ね、あ、そうなんだ、はい、そうだね。あ、メガ盛りチャーハンか、あの200回メディ、ああでもメガ盛りチャーハンだ、うんうんうん、はいはいはい、その時にね。そうです。だからなんかそういう人との出会いをね、メディカを通じて、うん、メディカを通じて出会えてるっていうのは、うん、僕も嬉しいんだよね、すごくね、はい、ライブだったかもしれない、どちらでもいいです。はい、はい、ももさん、のぶさんは応援するに値する方ですもの、これからも応援しますよ。ももさん、さんの応援はね100人力ですよ。いや本当、本当、ももさんありがとうございますね。もう背中を2回も3回ぐらい教えてくれたかな、はい、あ、実装さんがね、マイケル・ボルダック・ジャパンホームページね、 ありがとうございます。いーちゃん、あ、いーちゃんじゃない、村井さん、若い頃はマイナスのことばかり考えていたもんですね、うん、まあ、そういう時期はね誰でもありますよ。ありますね。カイさんね、トランポリン欲しいね、アマゾンで安く売ってますよ。あ、売ってんの。売ってます、売ってるよね、そうだね、うん、ありがとうございます。髪切ってすっきり、水越丼髪切ってすっきりね、ありがとう。そう、ついこの間行ってきました、ありがとうございます。池上さん、手塚さん、水越さんの伴奏で愛しのエリー歌ってください。愛しのサリーでもいいですなんで愛しのエリー歌うの。あの昔ね、僕サザンオールスターズ好きで、
あ、俺も好きなのよ。く歌ってたんですよね、カラオケで。そうで、そうそう、前ね、池上さんとサリーさんと僕3人でね、カラオケ行ったことがあって、その時にね、愛しのエリーを歌った時にねサビの部分でね、サリーマイラブって歌ったらなんかウケちゃっていいですね、はい、サリーマイラブね。あ、ほら、サリーちゃん、私も話に混じりたいです。あ、混じってください。箱崎さんね、カノンさんね、春日井氏からありがとうございます。ありがとうございます。マスクして一人ごといいですね。そう、マスクしてるとね、何言ってもね、あの、分からないんで、歩いてるとね、そうですよね。そう、確かに。もう、だから時間がなんか空いた時にね、こう自分にこう自分でこう語るっていう、言葉に出すっていうとね、やっぱいいですよね。いいですね。よくほら、初めて聞くのは自分だなんてよく言いますけどもね、はい、やっぱり言葉に出すってことはね、嘘でもいいから ね、もうそう思ってなくてもいいから、それを続けていくうちに、はい、ただそう思えてきたりね、そうなんです、することもありますよね。はい、うん、なるほど。上山さん、なりたい自分になった姿を常に想像することは大切ですよねって。上山さんもやってますね。素晴らしいですね。そう、なりたい自分にね。だから僕なんかもね、そのよく最近は話するのが、子供が小さい時はね、はい、その子供が20歳ぐらい、25歳ぐらいになったらどんな青年になってるかっていうのをイメージしながら子育てしましょうというようなね。どうしてもやっぱ目の前のことで勉強できないとか片付けができないってフォーカスしちゃうじゃないですか。でそうするとそれにとらわれちゃうんでね。そうですね。まあこれはまあね、母親父親の役割っていろいろありますんでね、みんながみんなってわけにでもないですけどもね。息子さん、息子さんもすごいですよね。いやいや、おかげさまでね。最近のフェイスブックなんか電柱ですか。電柱あれめっちゃすごくないですか。もうね、前に電池一度作ったことがあったんだけど、はい、あのなんかさらにね、さらにあれがこう、そう、付け加えてました、ね、さらに腕が上がってました。自分でも言ってたけど、自分ですげえすげえ言ってますからね。本当になんか、このクオリティはすごいですよね。なんか好きなんだよね、集中してね。やっぱりですか、小さい頃からなんかものづくりは好きだったんですか。いやいや、漫画ばっかり描いてましたね。保育園の頃は僕と一緒にこう漫画をいつも描いてたし、小学校の時、これ何度も言ってますけど、小学校の時は塾行きたいか、それ行きたくない、死んでも行きたくないって勉強しなかったんですよ。何やりたいって言うから、いや漫画描きたいって言うから、漫画家セットっていうのを買ってあげて、原稿用紙とかペンとか入ってるやつ、いいですね。そしたらもうずっと描いてましたけども、結局それでずっとやってたことによって、中学校になったら周りから認められるようになってね、先生からも、水越は映画うまいから今度表紙描いてくれとかね、そういうのでやっぱ認められたりとか、あとは息子が小学校の時に漫画、初めてその漫画キットで書いた、原稿用紙で書いたんですよ、はい、ペンで、うん、何ページか、はい、それは僕がスキャンしてあげて、うーん、ネームって名前、あのセリフのとこにパソコンで打ってあげて、あ、はいはいね、で製本して、はい、あの印刷して、え、じゃあ漫画みたいに冊子にしたんですか。それ20冊作ってあげて、それ嬉しいですよね。嬉しいでしょ、はい、だから すごくやっぱり応援してあげようと思って、好きなことは、そしたら学校行ってみんなに配って、ああいいですね、なくなったよーっつって帰ってきて、増刷です。増刷すごいですね。4釣りまで行きました。すごいですね。10班かけて4釣り俺より売れてるのかみたいな。すごいですね。でもそれでめちゃめちゃ喜んでね。それはいいですよね、うん、だからなんかそういう体験もあったかもしれないですよね。うん、息子さんのね、さ、なんかノートに定規とか書いて絵とかなんか最初アップしてたじゃないですか。そうですね。あれすごいなと思って。だからなんかね、だから僕もフェイスブックで上げてみんながコメント打つじゃないですか、うん、はい、でそれも全部息子に見せてあげてね、うん、息子すごいやっぱ喜んでね、認められたらね、やっぱ嬉しいですもんね、はい、なんかそういうのもあるんですよ、やっぱり認めてあげるとか。あります、あります、うん、やっぱりこう承認してあげるっていうか、ね、承認ね、はい、やっぱり共感したり承認したりとか、うん、やっぱ人間って、まあ僕もそうですけどね、やっぱ認められると嬉しいじゃないですか、うん、だけどこう例えばコップに水が入ってて、うん、半分しか入ってないのを、うん、まだ こんだけないじゃないかっていうのと、うん、あ、こんなにまだあるのかっていうのと、結局同じ量なのに、ね、同じことなんだけど、物の捉え方っていうことですよね、はい、だから今高2と中2の娘がいるんですけども、うん、娘たちにはね、やっぱ最初はね、やっぱりこう足らない水のところをね、うん、足らねえじゃないかってよく言ってたんですけど、まあ、最近は今 LINE とかで会話してるんですけど、もう褒めてね、本当、はい、そうだと思いますよ、はい、それがなかなかね、やっぱりこうでなきゃいけないと思うとね、こう叱るはいいんだけどね、怒っちゃったりね、うこう
いろいろあるんですけどね。そうですね。あ、サリさんありがとう。電柱すごすぎね、ありがとうございます。すごいですよね。あの電柱はすごすぎる。カイさんありがとう。いいちゃん、毎朝前日の反省感謝、自分への賛美、将来の夢をノートに書いています。テンション上がります。大切です。すごいです。僕もあの感謝ノートっつっていつもね、あの毎朝起きて1行目に必ず今日もいい日だ、必ず書くようにして。あ、いいですね。あ、それ僕もやります。あ、さすがですね。ここのさすが、なんだっけ、さすがゴールアクションコーチ。 ありがとうございますゴールアクションコーチングね。いや素晴らしいですよ。って言ってる間にもう9時ですよ。あ、早い。でしょ。あっという間ですね。あっという間でしょ。あっという間ですね。びっくりしたでしょ。びっくりしました。もう1時間経ってんのよ。いや、それ出る前はね、何喋ろうかなって、1時間持つかな、ドキドキだったんですけど、ほとんど一人で喋ってましたよ。あ、そうですか。だからそういうもんなんですよ。売れない営業マンはよく喋る。売れない営業マンだったなるほど。本当にもうやっぱ喋るんだ。よく喋るんですよ。うちの商品はいいですよ、ですよ。あ、なるほどね。全然売れなかったですよ。これもでも大切な学びだよね。でもね、ですね、やっぱ聞くっていうのはいいですよね。あ、聞くね。お客さんに何かね、悩みは、何か困ったことは、うん、そうで、最近はやっぱりあの特に個人とかで仕事をすると、うん、やっぱりファンになってもらうってことはすごく大切なんですよ。特に SNS もあるし、うん、あの人が、この間会ったあの人が愛してるからちょっと行ってみようかなとかね、いつも見てるあの人が売ってるから買ってみようかなとかっていうふうに、やっぱりね、何をっていうのは誰がっていうふうになってきてるから ね、やっぱ人から推薦されてるものはね、うん、やっぱり買ってみようって思います。だから今みんな一生懸命ね、こう集客を一生懸命こうするけども、全く知らない人からいいです、これいいんだよって言われてもなかなかね、やっぱ行かないですよ。でもそこで例えば少しでも縁があって会ったような人がね、そこに出てたりとか、あのいつも見てる人がたまたま、まあね、あれもそうだもんね、そのイベントページに出てって、はい、いろんなとこ行くっていうのも、そうそうそう、ね、そうです、そうです。例えばそのサリーちゃんもそうだし、僕もそうだしね、はい、そういうの知らない人のイベントってやっぱ怖いじゃないですか。そうそう、分かんないから、ね、でもなんかこういう人だったら大丈夫だなとか、ね、だからそういう意味でもね、うん、こういう自分 TV やってるといろんな人が見てるじゃないですか、はい、だからそういう風にしてこう、さっきも本物に会えたっていうようなこと言ってくれましたけどね、はい、そういう僕がこうやってきた中でそういうことがいろいろ起こってきてるっていうのがね、いいですね、うん、あるんですよ。近藤さんあ、消した。はい、わかったね、はい。村井さん、私は天才、そう思い込んでいたらいつの間にか当たり前のことじゃんと思い込んでしまった方にです。当たり前のことじゃんと思い込んでしまったって自分のこと言ってんのこれね、うん、はい、ちょっとごめんね、すらりと読まないで。でもね、そう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 、なんか根拠のない自信っていうのも、はい、大切だと。それ大切ですよね。ね、はい、そういうのもね、はい、うん、よく言いますよね。うん、だからね、うちの息子なんかも、そのなんかこう僕もこう常にそういうことを家の中でもやっぱ言うようにしてるんですよね。根拠のない自信。あ、うん、でそうするとやっぱりそういう中で生活してると自然とそういうのがね入ってくるみたいな。まあもちろんね、これからまだ若いからいろいろあるとは思いますけどもね、うん、面白いなと思いますよね。さあ、ですね、あ、そうそうそう、それでこれを行かなきゃいけないんだ。じゃあちょっと一緒にですね、いいですか、はい、カメラに向かって、はい、最後のコーナーはこちらだって、その右手を出してもらって、最後のコーナーはこちらだってずっと指伸ばしっぱなしね、はい、行きますよ。わかりました。最後のコーナーはこちら。はい、ということで最後のコーナーはこちらになります。私の夢ということで、はい、これからのね、はい、手塚さんの夢、はい、まあ2017年の夢でもいい、目標でもいいし、はい、または例えば東京オリンピックまでとか、またはもっと先のこれからこうしたいっていう、はい、夢でもいいですし、何かあれば教えてもらいたいなと思います、はいはい、そうですね、僕もやっぱり
小学校のところは名字が手塚じゃないですか、うん、で手塚治虫さん、うん、実はおじさんえだったらいいなって思っていたんですよ。違うんでしょ。違うんです。だよ。そう、手塚治虫さんがおじさんだったらいいなってやっぱ漫画憧れてて、はいはいはい、それこそ週刊誌のチャンピオンとかね、ブラックジャック読んだりとか、やっぱ僕漫画家になりたいなってやっぱ夢だったんですよ。でも今はね、もう漫画描くっつってももうこの年で描けないんで、ちょっとチャレンジしたいのはね、うん、漫画の原作。ああ、うん。なんかね、漫画の原作ちょっとチャレンジしたいな。うん、今思ってるんです。いいじゃないですか、はい、でもなんかそういう原作の方のそういうなんか書いたことあるの？文章、文章は原作は書いたことないんですけど、やっぱ小学校の頃、さっきの話じゃないですけど、僕野球やってたんで、うん、巨人の星じゃないですけど、うん、僕ヤングパワーズっていうチームに入ってたんですよ、うん、そこでピッチやってたんですけど、うん、自分を題材にして、うん、ヤングパワーズの星って漫画書いたんです。それをこう20ページぐらい書いて冊子にして、もう一冊しかなかったですけどね。小学校の時？小学校の時。残ってないのそれ？あ、もうね、残ってないですね。もったいないですよね。僕小学校の時書いた漫画全部取ってあるよ。あ、すごいですね。やっぱそれだけね、やっぱなんかね、漫画家になりたいなって小学校夢があったんで、まあ今更ですけどね。まあ漫画ではね、ほんとみんな今うまいからね、だから絵はねちょっと もう厳しいなと思ってるんですけど、原作ね、原作のやっぱストーリー、漫画の原作を作りたいと思う。そうです。へえ、はい、どういうのを作りたいの？まあいろいろその、まあ、サラリーマンものとかいろいろジャンルはあるんですけど、自分の経験したやつとか。じゃあ青年誌だね。青年誌向き。青年誌向きですかね。へえ、ちょっと知らなかったわ。まあデビューするときは多分ペンネームでデビューするので、こっそりね、うん、売れたら実は僕ですって、ね、あ、なるほどね、言えるようになりたいな。なるほど、まあ、そういう夢があるということでね、はい、漫画の原作いいですねって言ってますよ、はい。村井さん、失礼ながら手塚さんの初対面の印象はちょっと暗い方かなと思いましたが、いつしかイメチェンされて、お、なかなかかっこよくなったと思っていました。ありがとうございます。あ、まあ、僕もなんかおとなしい感じ、はい、サラリーマンとかね、うん、はい、だから本当なんかイメージ僕も変わりましたよね、はい、今日会ってまた変わりましたよ。ありがとうございます。ね、ちなみにそのこれからのお仕事に関しては何かこうやっていきたいっていうのはあるんですか？仕事はですね、やっぱりその、まあ、僕も会社員の時にいろいろ悩んでたんで、やっぱりその楽しくやっぱ働ける日本人をね、やっぱり一人でも多く増やしたい。まあやっぱりこうね、電通でいろんなああいう事件があったりとか、やっぱり若い人が結構元気がなくてこう力が発揮できないっていう、やっぱ日本のまだ会社があるんで、なんかそういう人たちをやっぱ手助けしたいっていうのがあって、で今平松隆夫さんとビジネススクールの運営とか一緒にやらせてもらってるんですけど、まあ今後はちょっと僕のちょっとコーチングを使って、やっぱりその起業とか副業とかをなんか支援するような、まあ、スクールというか塾というか、そういうのをちょっと新しく立ち上げてやっていきたいなっていうものはあります。いいじゃないですか、うん、ぜひね頑張っていただきたいです。ありがとうございます、はい。ね、サリちゃん、お、漫画の原作いいですね。ね、村井さん、ちょっと生ビールが効いてきて文章おかしいね、お許しを。はい、ビール飲みながら、うん、ね、見てくださってる ね、 いいですね、ありがとうございます。はい、ということでね、どうですか、メディカツご出演いただいて。いやー、すごくね楽しかったです。本当ですか、はい、ありがとうございます。なんかね、結構緊張してるとか言ってましたね。やっぱりね、最初やっぱ緊張しますよね。最初はね、何喋った方がいいのかなとか、うん、でもなんだか、ね、いっぱいなんか喋っちゃいました、ね、なんか。あ、アーカイブ見てください、はい、すごいよく喋ってました。あ、そうですか。あの前ね、平松さんの、はい、プロフェッショナル TV、はい、あれにねご出演されたということで、はい、これからもしかしたら自分 TV の仲間いっぱいいるんで、いろいろオファーがあると思いますけども、はい、ぜひ出演してあげてくださいね。よろしければ呼んでください、はい、ということでね、最後にですね、もう一回私の方から、ご案内させてもらいますけども、このメディカツのようなね、自分 TV、 自分 TV と言ってますけれども、これ私の作った言葉ですけどもね、スタッフゼロ、今日もね誰もいません、周りに、手塚さんと私2人だけ、はい、私が1人で配信をしてMC をして視聴者からのコメントを読んでということは、これ一人でできるんですね。パソコンとネット環境、ウェブカメラとマイク、これだけあれば一人でできるということなので、ぜひですね、これをたくさんの人に
まあ、やっていただいてビジネスを加速していただきたいということで私セミナーをやってます。で今月はですね、1月の19日、そして、1月の23日の2回あります。ぜひですねご興味のある方は、セミナーの方へ九段下でやってますんでね、セミナー来ていただけたらと思います。1月19日木曜日そして1月23日の月曜日の14時から16時半までというふうになってますので、ぜひご興味のある方は、お申し込みいただけたらと思います。自分 TV をね一緒に始めてぜひ今日もねコメントくださいました富山からもね、松永さんとかね、長吉さんとかね素晴らしい方々が自分 TV を始めてね、やってますのでぜひ仲間に入りましょうということでね今ご案内リンク貼りましたのでぜひここから見てくださいね。カイさん楽しみです。ありがとうございます、しおちゃん漫画好きなので楽しみにしてます。あ、しおちゃん、ね、漫画好きなんだね楽しみだよね、はい、いいちゃんもう終わりですか。アンコール アンコールねアンコール、ね、ありがとうございます。手塚さん全く緊張しているように見受けられません。素晴らしい、はい、内心ドキドキしてますよまだ、ね、いやもう本当素晴らしかったですよ。ありがとうございます、ね、本当にいい話を聞かせていただきました。ということで、最後にメディカツポーズ、あ、はい、開運メディカツポーズですよ皆さんね、はい、今年2回目になりますけども私もね、おみくじ引かせていただきましたけどもすごいいいおみくじが出ましたしいろいろ見てもらうとね今年僕すごいいい年なんですよ。あ、いいですね、ですからその私がと一緒にやるメディカツ開運メディカツポーズですから、ね、いいですね、はい、ということでぜひ皆さん一緒にね今年夢をどんどん叶えていきましょうというメディカツポーズをしたいと思います。皆さん一緒にねよろしくお願いします。いいですか。あ、練習しますね、はい、まずこうやって火曜の夜を楽しむには M を作ります。下から出しますメディカツでここでいい顔して止まる、はいもう大丈夫ね。はい、OK、はい、です。いきますよ。はい、視聴者の方も皆さんご一緒にやりましょうね。メディカツ、開運メディカツポーズです。火曜の夜を楽しむには、メディカツ！ありがとうございました！ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、今回は楽しかったです。楽しかったですか？ありがとうございます。最後にですねサリーちゃんから来てますよ。自分史上最高セミナー呼び黒猫新年会楽しみにしてますって。そうですそうです。そうこれからそうなんか14、15で14、15でもうセミナーは満席なんですよね。サリーさんのセミナーはサリーちゃんはほんとな、はい、黒猫新年会もある。黒猫新年会は15日の夜はい。忙しいねサリーちゃんも。松永さん企業支援素敵ですね。今起業されている方がどんどん増えてきているので起業される方も嬉しいですもんね。ありがとうございます。マリさんさすが居酒屋で焼き鳥食いながらポーズはできダメだよしなきゃスタバでやってるんだからみんなね。エンポーズ来た。神戸さんありがとう。カイさんメディカースってことでね。しおちゃん火曜の夜の楽しみはメディカースってことで皆さんありがとうございます。皆さんのコメントがあるからね盛り上がるんですよね。ももさんありがとう。お疲れ様でした。楽しかったです。ということで本当皆さん今日もねたくさんのコメント ご視聴コメントありがとうございました。ありがとうございます、ということで、あいいちゃんね、あいちゃんはい、ということでまた来週メディカスやりますんでね、また見ていただけたらというふうに思います。私のセミナーもねよろしかったらご参加ください。よろしくお願いします。ということでメディカスまた来週お会いしたいと思います。手塚さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは皆さん素敵な1週間をお過ごしください。さよなら。さよなら。ありがとうございます。ありがとうございます。ゴーラクションコーチング受けようぜ。ありがとうございます。